皆さんこんにちは。モータージャーナリストの岩貞留美子です。いよいよ東京モーターショーの開幕まで1週間を切りました。3日土曜日からということなんですが、私たちプレスは、一足早く30日水曜日にプレスデーがありますので楽しみにしているところです。さて今日のコメンテーターは桂伸一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。30日もうすぐですね。そうですよね。はい、もうプレス申請もしたし本当にしてますか？はい、してますよ。はい、当日バタバタとメディア申請のところで並んでないでくださいね。大体ね、僕並ぶのは大嫌いなんで、そういうところの準備だけはちゃんとしてるんですよ。はい、駐車券もちゃんと手配してますね。はい、もちろん。はい、今年のモーターショーは何が楽しみですか？そうですね、やっぱり久々のねコンパクトスポーツということで、トヨタの FT86 とか、まあ同じユニット使ってるスバルの BRZ とか、なんかね久々にこうワクワクとしそうなで、若い人たちも買いやすいような車が出てきますよね。はい、やっぱり桂さんとしてもそのあたりを注目していらっしゃるということ。大体ね、僕だからこの世界入ってちょっとしてから、AE86 っていう車が出てきて、その車の担当になったりしたんで、はい、まあなんかちょっと懐かしい気もしますけどね。でその東京モーターショーなんですが、3日土曜日の午後に日本カーブザイヤーの開票表彰式。そうですね今年はちょっと投票システムが変わっていて、先日18日金曜日にもう私たちは投票をしてしまいました。そうですね。まあだから気分的にはすごく楽なんですけどね。はい、何に入れたんですか？何に入れたか言うんですか？言っちゃってもいいですけど。本当ですか？まああれです。あれですね。はい。持ち点が選考員1名につき25点持っていて、それを点ベストの中の5台に入れていく。で必ず1台には10点満点を入れなければいけない。そうですね。はい。はい。どう振りました？まあいいか。まあここがね、選考員の性格とかいろんなものが見えてくるところですね。こう各社に気を配ったこう配点の仕方とかね、いろいろありますよね。輸入車だけ入れる方とか、そうそう、10点の4443とかね。かなり気配りな配点ですね。はい。桂さんは結構ズバッといく方ですよね。その年によるんですよ。だから去年確か4443にしたかな。気配り。今年は？気配りというよりかね、人によってはそれ逃げてるって言われるんですけど。でも10点は10点で入れてるわけだからね。まあそうですよね。12月3日を楽しみにしたいと思います。そうですね。はい。リスナーの皆さんは今年は何がカーブザイヤーを取るとお思いでしょうか。ぜひメールでお寄せいただければと思います。アドレスは mw@interfm.jp。mw@interfm.jp です。もちろんこんな車を特集してほしいなど何でも結構です。さて桂さん、今週はルノーウィンドというとても個性的なフランス車をご紹介いただけるんですよね。はい、これはですね、2ドアのオープンカーなんですけども、まあオープンっていうと日本にはマツダのロードスターだとか、トヨタの MRS だとか、あとはまあ軽自動車にもその屋根開く車がいっぱいあったんですけどね、まあ最近ちょっとかなり少なくなってるのが寂しい限りなんですけども、このウィンドっていう車はオープンなんですけども、2人乗りの、ドライバーの後ろにガラスがすぐありまして、結局そこまでが開くオープンなんですよ。後ろドライバーの後ろの屋根の部分が開く、フロントウィンドウからドライバーの後ろまでの天井部分、そこがその部分だけ、ほぼ四角い部分がパカッと開く。はい、でこれは何がいいかっていうと、これ昔ポルシェ911にタルガっていう、今もあるんですけど、昔のタルガはその屋根の部分だけがパカッと取れたんですね。はい、タルガトップ。タルガトップだから、オープンというよりもタルガトップって言った方が正しいんですけど、でこれその屋根がですね電動でこう反転しながら開くわけなんですが、で何がいいかっていうと風の巻き込みとかがすごく少ないんですね。要は後ろの、まあなんでしょう、ピラー部分がガッと立ってる感じで、そうですね、後ろにしっかりとこうカバーみたいになっているので巻き込みがない、はい、それは髪型を気にする女性にはありがたいです。あ、そうですね。あとね、こういろんなほこりとかなんかが巻き込みにくいので、それがすごくいいんですけどね。はい、まあ排気量が 1.6 リッターの、5ナンバーサイズ、はい、はい、コンパクトですね、うん、はい、そうなんです。だから日本車にも少なくなってきてるし、輸入車はもうね、衝突安全とか速突の関係でどんどん幅広く肥大してるので、それが5ナンバーサイズに収まってるっていうのはね、はい、すごくコンパクトで、まあ、いいことだなと思うんですけどね。そうですね、はい、我々もこの収録前に少し調べたら、まあ、シトロエンの C3 とか、うん、DS4 とか、うん、あの辺りも全部もう3ナンバーになってしまって、そうですね、みんな、うん、幅が広がってますから、うん、はい、はい、でもう一つ特徴的なのは左ハンドルでマニュアルのみという設定ここがね、数売りたいならちょっとね、ちょっと逆行してますけどね。数売る気はないんですか？いや、それは知りませんがでも売りたいでしょ、やっぱり売るからには。ただし、個人的にはですね、左か右かって言われると、僕の場合はその車が生まれた国のその、右か左かっていうね、その仕様が一番いいと思ってるんですよ。はい、だからそれでいくとルノーは左の車なので、うん、左の国なので、うん、左の方が全てがこうしっくりいくようになってると思います。はい、桂さんの、まあ、ルノーをはじめとしたフランス車に対する印象っていうのはどんな感じなんですか？これルノーとプジョーシトロエンとちょっと違うんですけど、ルノーって大体ですね、こう下から上まで同じような味付けの操縦性を持ってるんですね。で、比較的サスペンションは固めなんですけども、でボディのロールとかそのピッチングとかっていうね、前後左右の動きが抑えられてるんですけども、決してそのガチガチな硬さは感じなくて、柔らかく、でも、ハイスピードでコーナリングしても全然不安がないっていう。それがね、ルノーっていうのは下から上まで統一感があるんですね。要はコンパクトカーから、まあ、はい、ラグジュアリーな車まで、セダンまでね。はい、日本車はうん、いや、でそれで言うとプジョーシトロエンはもっとこう猫足っていうね、しなやかな柔らかさがあるし、まあ、プジョーがどっちかというとルノーと近いかなっていうところですね。はい、で日本車はもうそれぞれもうメーカーによってバラバラなんで一概に言えないですじゃあ逆にドイツ車は硬いでしょういや硬いが違うんですけどね、ドイツ車はやっぱりまあ何たってアウトバーンがありますから、前にもよく言いましたけど、通勤するために200キロ出す人たちなのでそれはね、やっぱり超高速安定性っていうことで、もっとこうサスペンションもボディも引き締まってますよね。で、まあ、今回このルノーウィンドなんですが、デザインのキーポイントともいえるクーペカブリオレスタイルなんですが、はい、ルーフ部分が12秒で開く。そうですね、早いですね。シンプルなんですよ。結局その屋根の部分が、収納するためにトランク部分がこう開いて、はい、で屋根の部分が180度以上、こう反転して入って、それでトランク側が閉まって終わり。要はトランクが通常の開け方よりも逆開きってことですね。はい、その時だけは、屋根を入れる時だけは逆開きになって、で通常のトランクはもちろん後ろ側から前ヒンジで開くと。でこれ偉いのは、そのトランクの容量が、普通オープンの車って屋根を開けた時と閉めた時でトランク容量変わっちゃうんですけど、これはね変わらず、まあ、270リッターっていう容量がどちらでも使える、開いても閉めても使える。はい、それはすごく使いやすいですね。そうですね。はい、桂さん、オープンカーの市場って楽しいですよね。はい、そうですね、まあ、天気が良くて、あと綺麗な風が当たる場合は楽しいですね渋滞は渋滞とか、そのね、前を走ってる車からいろいろほこりだの、梅煙だのっていう時はちょっとね、あとは雨とかね。雨はもちろん閉めますけど日本人なんで今回どうだったんですか？あ、もう天気は良かったです。あ、良かったです。はい、はい。それでは天気にも恵まれた音声レポートをお聞きください。特にスポーツエンジンという感じではないんですけども、引っ張れば7000きっちり回って、まあ、なかなかいいスポーツサウンドに変わってきますね。ちょっとこうそそるものがあるかな。それでこの車ですね、そのスポーティーなんですけども、すごく誰にでも扱いやすいようにステアリングをこう切り始めた時の動きがですね、こうじわっと始まるんですね。でこれが、まあ、ヨーロッパ車のいいところで、決して切った瞬間にこうスッとクイックに向きを変えるのではなくて、このニュートラル直進状態のこのニュートラル付近はむしろちょっと、甘い感じにしておいて、それがですね高速の直進安定性にすごくいいんですね。このペダルの配列ですとかですね、そのクラッチ、ブレーキ、アクセル、これがもういかにも分かってるなっていう、例えばブレーキを踏みながらこうヒール&トーですね、アクセル煽りやすく配列されてるとかですね、この辺はやはりルノースポールの、まあ、作り方なんでしょうね。桂伸一さんによるルノーウィンドの音声レポートをお聞きいただきました。スポーティーなんだけれども結構誰にでも扱いやすそうなという印象の市場レポートだったんですが、はい、はい、まあその通りですそうですか。ただ、まあ、誰にでもと言っても左ハンドルマニュアルっていうことがあります。それがまあ大前提なので、それを乗れる方にとってはという意味ですよね。はい、はい、ペダルの配置分かってるなっておっしゃってましたけれど、これはですから、クラッチ、ブレーキ、アクセルのその感覚ですね、左右の感覚とか、あとは高さね、ブレーキを踏みながらアクセルを煽るっていうそのヒール&トーでのその回転合わせした時の、その合わせやすさ、ペダルの高さがね、その辺がやっぱりそういうことを分かって作ってるかどうかっていうのが、まあこういう配列を見ると一発で感じられますね。なるほどね。そういう意味では例えばこれ、まあ、左ハンドルだけで入ってきましたが、はい、右ハンドルになるとどうなっちゃうんでしょうか？ですからそこが僕はその生産国というかその車が生まれた国のハンドル位置が重要でして、日本の場合はそこはちゃんと均等に、左右対称に作るんですけども、まあ、国によってはですね、左だったものを右に持っていくとそのエンジンルームの中で移動させなきゃいけないものがあったりして、ちょっとこうハンドルが内側向きすぎたりとか、ペダルが右側寄りすぎたり左寄りすぎたりっていうことが、まあまあありますよね。それがどうかなっていう感じですね。じゃあそれも見越して、まあ、これだけコンパクトな車でスペースもあんまりないから、左のままの方がいいかなって思ったんですか？そうですね、まあ多分ね売れる台数も決まってるでしょうから、あえて右は作らず、まあ、左のままでいいんじゃないかっていうふうに判断したんじゃないでしょうかね。あと気になるのは、まあ、今回、まあ、オープンなんですが、どうしても剛性感、スポーティーな車って、しっかりこう剛性って取れてるのかなというところが気になるんですが、それがですね先ほど言いましたそのタルガっていう形状ですね、その後ろドライバーの後ろの部分が左右つながっている状態ということで、ねじれに対してはすごく強いんですよね。だから開いた状態でも閉めた状態でも操縦性が変化するっていうことは、まあ、ほぼ感じなかったですね。こうよれたりとか、ガタガタするっていうのもないです。なかったですね。フランス車というとどうしても昔のガタガタっていうイメージを引きずってる人も多くて、いやオープンにして雨漏りなんてするんじゃないのっていまだに言われたりするんですが、まあ、その心配は現代の車はないと思いますね。でまあ、左ハンドルのマニュアルということで乗る方、乗られる方かなり制限があるのではと思うんですが、桂さんとしてはどういう方にお勧めしたいですか？まあそれはもちろんこの車を気に入った方が乗ればいいんですけども、まあ、女性に乗ってもらってもかっこいいかなと思うんですが、うん、まあねほら最近の男らしい女性にマニュアルでこう左ハンドルで乗るのもかっこいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、キュッとこう若いお嬢さんに乗っていただいたらかっこいいなって思うんですけど。若いお嬢さん、すいません、おばさん発言でごめんなさい。そうですね、はい、はい、そう思います、はい。さて桂さん、3日から始まる東京モーターショーなんですが、前回はガイドツアーや同乗試乗会されてましたよね。もう今言おうと思ってたんですけどありがとうございます、はい。我々 AJJ 日本自動車ジャーナリスト協会が、今年もまずその会場の方では、車をこういろいろね、紹介するガイドツアーと、うん、それから最新モデルの、うん、まあ同乗になっちゃうんですけどね、同乗試乗会っていうのを、まあ協力していくような形になってます。はい、それは新型モデルとか。そうですね、うん、はい、市販のものが乗れるということですね。そうですね、はい、はい。でまあその辺は、AJJ のホームページをご覧になっていただければと思います、うん、はい。桂さんはいついるからいつ申し込むといいというのも分かるんですか。ね、まだどういうこう振り分けかは分からないので、まあ、僕やるとしてもおそらくその同乗試乗のドライバーをやろうかなと思っていますので、はい、はい、いつかはちょっとまだ分かりません、はい。桂さんの、運転する車に乗るチャンスもありますので、ぜひ皆さん AJAJ のサイトをチェックしてみてください。今日番組でご紹介したルノーウィンドの写真は番組ブログにも掲載しておきますので、ぜひ見てみてください。さらに今週もリスナーの皆さんに素敵なプレゼントがあります。マツダデミオスカイアクティブのアルミ製のドリンクボトルを2名の方にプレゼントします。ホワイトのボトルにブルーのロゴが入ったおしゃれな便利アイテムです。ご希望の方はデミオのドリンクボトルプレゼント係まで、番組へのご感想、愛車自慢や今乗りたい車などメッセージをお書き添えの上、メールにてご応募ください。アドレスは mw@interfm.jp mw@interfm.jp です。たくさんのメールお待ちしております。はい、お待ちしています、なお締め切りは12月3日土曜日、当選者の発表は発送をもって返させていただきますということで、今日は桂真一さんと一緒にお送りしてきました。桂さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さて来週はコメンテーターに石井正道さんをお迎えして、まさに開催中の第42回東京モーターショーの見どころガイド、これだけは見逃すなというテーマでお送りします。お楽しみに。ザ・モーターウィークリー、お相手はモータージャーナリストの岩佐田留美子でした。また来週。